今日で終わり、どこまでやっていけるかと、挑戦で。ちょっと多めに。本当だろ、やればやりやすいから、問題ないんで。じゃあ最後的には、ここまで。あとは、宿題。工程があるんで、こうしなきゃいけないとか、思っちゃうとできなくなるんで、楽しんでください。ガーデニングだったり、DIY だったり、楽しめる庭ができたなと。近くないんで、今日中に進めたい。とこじゃれた駐輪場にしたいな。すごいですね。一日乾燥させてから。そうですね。血立てば固まるんで、はい。庭がちょっと少なくなってしまったり、デメリットも結構あったんです。コンサートは取っちゃいます。視界が、視線がすごく気になっちゃう。嫌だなっていう目線が切れるって。こっちが正面になるんで、これ一回前の方に、前の方で、うん、ネジとかってどれぐらいが入ってる。いやー、だいたい1センから2センチぐらいであれば、ああそれほど気にならない。おはようございます。今日で、まあ、2日目。で、昨日は一応、橋本さんとどういう形に来ていくか考えて。ですから、今日は2日目で、まあ、今日で終わり、最終的に、まあ、大体、ご希望していることをどこまでやっていけるかという、我々にとっては挑戦で、昨日の続きのフェンスの方から、デッキ周りをやって、で、午後から、ちょっとできれば、道路側の肩とやっていきたいと思っております。はい、そもそも1日目どうでしたか。はい、やっぱりその目の前でプロの技を拝見することができて、とても感動している状態で2日目を迎えてしまいましてなかなか僕も自分でやった時はそんな手にやってなかった気がしたんで、本当にすごいなと感銘を受けました。楽しんでいきたいと思います。はい、今日もよろしく。よろしくお願いします。子供が生まれる前に、ここまで一応やらせていただいたんですけども、安全面に関することをあんま考えてなかったなっていうのが、もう大人の感覚で作ってしまったのがあって、やっぱり子供の目線で見ますと、やっぱり出ちゃう、これからもう、はいはい、来たり、フェンス自体がそこで終わっちゃってる、ちょっと軌道でも設けとれば、子供がこの空間で遊べるという形に来たものは、この奥さんが安全で。守ることができるんで、
それは何をやってるの？これはちょっとここがたるむんで下の土台を入れて補強しないと。ここのピッチが900ぐらいあるんで。ちょっとそこが広かった、うん、広いんで、そうそう、この厚みが2倍だったらいいんだけど、2線だとやっぱり歩いてて結構ね、ここ頻度が高いと思う。それは、いや、これ45で切った角、あ、待って、そうすると強度が、はい、どうしても歪んでくるんだよね。ここは駐輪場という形なので、はい、昨日ちょっとボイドで行きましたから、はい、今日もう取っちゃいます。結構固まってます。あ、もう一日で、うん、まあ後で化粧の仕方教えますから。わかりました。ここ駐輪場はもう全部打っちゃうと。もう全部打っちゃいます。自転車とあと人が通るぐらいですから、メッシュ入れて厚みそれほどなくてもモルタルで仕上げちゃいますから、はい。協力いただいて、おしゃれな空間にしたいなと。管理がなかなかできないぐらいの広さがあるので、管理しやすい花壇にできたらいいなと思います。まあ高さもちょっと高いんで、こんなの積まなくても。あとこちらのレンガを一段落として、はい、でそのレンガをちょっと色に使ったり花台使ったり、はい、でレンガ自体ちょっと最初はそのままケイ素土塗っちゃおうかなと思って、あ、ハイボールで塗っちゃいます、はい、塗ってからケイ素土塗るつ。それ今から何を？これちょっと今に花台を一つ作り方を教えれば、もう一つこうね花台を、はい、でまあこう割ってるやつはもうちょっと移植するのが難しいんで、これはもうこのまま。
これで感覚で自分で円時計と同じで、まあこのぐらいかな、このぐらいの大きさ。したらもうここに1個入る。大きくなればここに2個入ったりしますけど、これを使っても別に入れば確かに全然この面がだいたい円になってれば、だから時計みんな例えばこれでも別に全然構わないです。こういう感じね。で次のあれをケーキのようにで、練り具合はちょうどこのぐらいが一番、あんまり柔らかいと市販のインスタントモルタル、別にそれでも別に構わないです。次は間に入れていきます。で、あと1段3対1、砂が3に砂がセメンが1、まあ何でもいいですから容器で。俺を向こうやるから、橋本さん一つこれを見てこうで、はい、やってみます。それでこの土の高さでいいんで、はい、下にもうちょっと行かないとちょっと多めに、うん、本当にやればやりやすいから、少ないとどうしても多くやれば脇から出るから、あ全然問題ない。花台こちら作ったんですけど、おお、いや、いいじゃないですか。前のこのあれを積んだよりは進歩してます。結構ね、モルタルの使い方って結構そんなにすぐ固まるわけじゃないから、結構多めに使ってで削後で削り取るっていうような感じがいいです。ああ、わかりました。うん、いや、これきっちりもう円でこうオールラウンドもちょっとね、ちょっといびつ的な感じもまた、で結局はここに鉢を置いて、うん、そうですね、演出しちゃうわけですから、はい、でこういうとこもちょっと鉢だったら円が少し流木でも何でも、はい、このぐらいのものだと切り株でなんか植物とか植物だけじゃなくて置くだけで雰囲気が。はい、ちょっと今白の状態でちょっと教えますけど、あ、分かりました。別に難しい、全然さっきモルタルやったじゃないですか、はい、あれと同じような感じで出てこうと思って、はい、こんな感じで、はい、奥さんの楽しみながらございました。こんな今はこの白いまんまでやっていますけど、これで色がつけばで、あのポールも少し、はい、塗ってしまえば、まあ、この線が見えないようにもうちょっと厚めでこうやっても別に構わない。で固まっちゃいますから。
ここはもうここに板をあれば、はい、そうですね、うん、一応左右的にはここまでって、あとは小木さんの宿題です、はい一応今日でですね、これで一応完成じゃないんです。だから基本的にやはりあんまり固定観念でこうしなきゃいけないとか思っちゃうとできなくなるので、やっぱりこの柱があってもその上に足すという形であれば、まあ橋本さんのお考えになっているこの目隠しというのもこういう形でできると、まあこれからこの考え方を、まあいろんなところで橋本さんが使っていただければと思っております。まあこれもちょっとね、色がこう変わっちゃったって、別に全然おかしくない、物が変わっても今度もっと楽しんで、もっと作って楽しんでください。はい、ありがとうございます。橋本さんいかがでしたこの2日間？いやもう本当に怒涛の2日間といいますか、そう、僕がちょっと無理言ってやりたいことを詰め込んでしまったっていうのもあるんですけども、それでもできる限りのことをたくさんしていただいて、今後の DIY 生活楽しんでいけたらいいと思います。ありがとうございます本当にでもまだこれは完成じゃないってことですか？完成、もう完成はまだまだいろいろやることがいっぱい、本当にまた何かあったらメールでも、はい、ちょっと困ったことあったら、そうですね、うん、いつでも相談は乗りますから、はい、はい、今回はまあこういう形で初めてリメイクじゃなくして、まあ橋本さんと協力しながら、また教えながら今後、はい、橋本さんもいろいろ作っていく期待しながら終わらさせていただきたいと思います。いやどうもありがとうございました。いろいろと。また何かあったら連絡ください。はい。YouTube 等々いろいろ頑張ってください。はい、応援してます。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。施工から1ヶ月経ちましたけど、いかがですか、過ごしてみて。そうですね。もう、やっぱり夜とか、まあ、サクッとやっぱり外に出て、風を感じたくなるようなガーデニングをすごく楽しむことができるウッドデッキができたなと考えています。雨とか降った日とかは逆に木材の香りがすごい庭全体に広がってて、すごいいい香りを感じることもできて、ちょうどいいお庭ができました。奥さんが今ガーデニングに気合を入れて、まあ、ここから少し映ってるんですけど、野菜とかを今植え始めてて、金井さんが
助けてくれたんですけど、まあ、まだ僕の方でもやりたいということで、ちょっとこういった下の方、木材を表面からもあれ目だったので、そこを足して自分で貼りました。金さんから教えていただいたノウハウを参考に楽しんでおります。まあ、子供も小さいのがいるんですけど、子供と将来一緒にガーデニングだったり DIY だったり楽しめる庭ができたなと。なのでこれから金井さんから教えていただいた、まあ、技術を参考に、まあ、DIY を楽しんで、まあ、子供の成長と一緒に楽しめる庭ができたらいいなと思っています。本当に今度はありがとうございます。